わけで、私が、家元であり司会者である伊藤重里です。ユウの時間がやってまいりました。先週怪獣で壊されたと思ったユウが今週もあるというのは不思議な感じもしますけれども、先週はいなかった、はい、妹がお世話になります。荻野目恵子です。マリアもいなかったですけど、私ちょっとあの、生まれたところにちょっといたんですよ。フランスにいたの。パリ。フランス。フランス。あ、フランス、はい、フランスで生まれたんですか、あなた。はい。フランスでも田舎の方ですか。はい、田舎の方、ちょっと埼玉県みたいな。なんで埼玉県。なんか好感が持てます。どことなく。よかったよかった。話は違うけど、さっきタイトルバック流れたけども、タイトルバックを書いてくれてる大友勝弘さんが、はい、なんか SF 大賞をもらったそうで、おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでして、怪獣は君たちは見られなかったけど、今週はもっと面白いものを見られますんで、はい、よかったね、本当に。なんだっけ、ビデオなんですよね、はい、もうみんなたくさんの人が送ってくれて、全部で73作品、はい、それは多いや。でもスタッフの人も見るのがすごく大変だったんで。そうね、スタッフが見るなんてことを計算せずに60分もなんか送ってくれて、だんだんもうね、徹夜でしたよ、みんな大変でした。それでですね、マリアンはどんなところにビデオを使いますか。そうですね、はい、例えば私が見られない番組とかね、お母さんにテープ取ってもらって。それは自分の出てる番組。そう。ケイコちゃんは。私もやっぱりそれもあるけど、うん、自分が映画好きだから、やっぱり映画を、うん、あとコレクションみたいな。僕は先週怪獣やってからゴジラばっかり見てるね。ゴジラ、もう一日中バーン。いかにも、まあ当たり前の使用法ですけれども、はい、こんな変な人もいまして、いわゆるビデオ中毒と申しますか、ビデオ漬けの人生を送ってる、人がいます。ちょっと見てもらいましょう、ツナと、ツナと、あと玉ねぎと、玉ねぎと、これがいいんですよね。大丈夫かな。この玉ねぎはやたら硬いんですよね。何ですね、俺のは無理だろ。ライトは流線形。感想は申し上げませんが、本人が、伊代くん、どこだ、はい、ああ、いた。毎日あんなことやって暮らしてるんですか。ちょっとオーバーだとこもありますけど、大体あんなもんで。まあほとんどこれでいいですね。この人がビデオを撮ったらもう生きていけなくなるんじゃないかと思いますけども、どうもありがとうございます。それでは応募のビデオを見ていただく前に、はい、あのゲストの、皆さんを呼んでみましょう。まず CM ディレクターの川崎徹さん、そして女優で作家の高橋陽子さん。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。川崎先生、自分から言うのもなんですが元気です。そうですね。いやもう聞くことはなくなってしまいました。ありがとうございました。高橋先生、あ、元気です。あ、そうですか、はい、でどんな風にビデオを利用してますか、自分では。ね、私はですね、はい、一番の用途がやっぱ RC サクセションの、ステージを撮るというのが自分で。あ、撮る方もやってますもん ね、高橋さんは。うちないんですよね。ない。
寂しいかしら。いや、じゃあ今日番組見て、会ってもいいかなと、思うかもしれないね。はい、じゃあ、別になんかビデオの宣伝をしてるように思われやしないかと思って心配ですが。でですね、まずウォーミングアップに、記録ものと申しますか、はい、誰でも撮れる、作品っていうのを送ってきた、それから見てみましょう。これテロップはね、自分で入れてるそうです。音楽も、そうです、番外の外がこうずれたりしても自分で考えてるんです。あ、函館中央、いい音入れてますね。はい、アントンカラス、アントン兵士の兵士の男のね、はい、別にこれは脱いだりしません。このままです。どうやんないのはいいよね。化粧してんじゃない？化粧してる。あれ東京タワーで買ったなと思います。これは別のビデオです。はい。似たようなものですよね。この字も本人たちが書いてる。これまた別です。時々のんのベビー噂を拾い集めて王様ツアー。この歌が何だか分かったか偉い。また別です。そう、女の子隠れてるって噂もあるんですけど、どうなんでしょう。女子校でこういうの撮りたいね。ねえ、すごいね。というわけです、最後の工学院高校の、出演していた柔道部主将が現場にいらしたんです。俺は優に出る。ちょっとあんなに暴れても先生に怒られないんですか？はい、怒られません。何しても平気ですか？いや、何しても平気とは。この体格なら大丈夫でしょう。先生なんかタックルで飛んじゃうよ、本当に。どうですか、お二人。ああいうのはね、僕らもやったんです。ボール投げとか、ボール投げ、ドイッキと称したんです。ドイッキ。高橋さん見ててどうですか、修学旅行とか。いや、楽しそうです ね、 ね、 いいですね。またやりたいな。何にも別に仕掛けなくても結構面白いし、関係者が見たらもっと面白いんだろうね。ね、うん、その辺でございます。ビデオをですね、今度は、メモ代わりに使ってるっていう人が出てきてますけども、そういう人の中から一発見ていただきましょう。広瀬君、あ、いました、いました、ちょっと聞いてみましょう。東ドイツまで行ったんで、ビデオ持って、はい、ですね、まあ、僕の場合ね、昔から記者が好きで、この旅費感謝がですね、向こうからダダダダダダと来るのをですね、VTR のこうズームレンズでグググッと置くとね、ちょうどこうなんていうかな、釣りね、魚釣りみたいなもんですね。それでこう、あ、来た来た来たってこういう感じがね、ビデオだと生きてくるんですよね。それだけじゃなくてね、この東ドイツって共産圏で、まあ、怖いっていう気はするんだけども、入ってみるときにですね、実は僕ね、ビデオだけじゃなくてね、テレビのモニターですね、
ね、うん、あの映る方ね、うん、あれも一緒にちょっとこうバッテリーで動かす持って行ってね、うん、こう地下鉄なんかで可愛い女の子いるなと思ってね、うん、ちょっとおいでとちょっと撮ってあげるってこうね、そういう感じ、おじさんが撮ってあげるからそれは日本の地下鉄ならね早速裏ビデオなんだけども、うん、外国だったらねそれが案外スッとこう言葉が通じないからね、うん、一気でふっと感じ合えるんですよね、うん、あれわしが映ってるだみたいな感じで、まあそういうとこでしょうね、それでまあ思わずですね、こう仲良くなっちゃう、この子もじゃあそういう風にして見つけた、ビデオハントというところなんです、ビデハン、はあ、新しいですね。でもねこの共産圏でねお互いこう壁を隔てて普段は会えないっていう感じがね、はあ、こう切々とですね時にはこうというそういうねものもあるんですよね。ビデオを通じて知り合いになりました、ね、今ね向こうのおじさんにこのビデオの撮り方を教えてるんですよ。カメラをしょわせて、はいピントはここよとかね、スイッチはこうよなんて言ってるんですけども、あこういうこともできるわけですね。というすなわちビデオさえあればこういうことができる。あのネクタイとね、うん、ワイシャツを今日着てる。あ本当だ、あ渋いですねやり方がね。なるほど、こういうふうに、撮ること以外の、いわゆるツールとして使ってる人もいるということです。送ってきた作品の中にはですね、他に、音楽と映像のですね、いわゆるプロモーションフィルムみたいなね、ものを作った人も結構多かったです。いわゆるサウンドブレイクと申しましょうか、それも見てみたいと思います。サウンドブレイクです。タケナック懐かしい感じがしますね。この子たちももう大きくなっちゃったろうね。というわけなんですが川崎さん、ね、サウンドブレイクというか音と映像ものっていうの流行ってるんですけど、どうですか、ね、今のはあれね、民謡でもあると思いますよ、あの動きは、うん、あそうまーみたいな、あると思います、そういう意味じゃ意外なのに意外な映像っていうのをつけた方が面白いいけますですね、うんうん、あじゃあ今のはちょっと合いすぎ、合いすぎ、なるほどね、自己完結しちゃってるそうですね、わけですね、どんどんいきましょう、ドラマの応募も多かったわけです、しかしね、うん、30分45分が多かった、長いのが多かったです、うん、でもあのね放送部とかね、うん、演劇研究会とかそういうのじゃなくて、うん、クラスがあの、うん、なんていうのか文化祭に出そうとか、うんうん、そういう風にして作ったのすごく多かったんです。あ学芸会代わりという、そう、ではアクションものからご覧いただきましょう。なんか怖い悪い先生の、支配する暴力学園から逃げ出すというテーマらしいんですけれども、作った本人いるかな。あ、いた、はい、いた、いやあの車のシーンなんか苦労したでしょやっぱり。まあ苦労っていうかやっぱ怪我しないようにってことですね。カメラはどこにいたの。カメラは前に乗っかってたんです。前に乗っかってた、開けちゃって、前を開けちゃってその中にこうボンネットを開けて、開けちゃって、日頃の欲求も晴らすかのように暴力シーンが多かったですがそういうわけでもないですけどね。やっぱりついさ撮り始めると殴ったりしたくなる。まあ、最初からけどやろうと思ってた試合のやっぱそういうとこやなと面白くないんじゃないかなとかも。全部で何分ぐらいですか。全部で45分ぐらい。受けました。まあ受けることに受けました。どうもありがとう。続いてですね、今度は、パロディーものというかモノマネというか、はい、そういったものを見ていただきましょう。はいはい、
815で聞いてんだよね。すごいね。1年が経ったが、おひょうに対する店の者の嫌がらせは少しもやむことがなかった。ちょっとあんた何この手つきは。こんなんで綺麗になると思ったんの。もっぴ綺麗にならないし、パカ取る。何よその目は。返事。はい。お前ちゃんと綺麗になるんだぜ。ご飯食べられへんよ。パカ取る。はい。ひどいんだよ、結構。お嬢は指先を見つめ、本音のない怒りを楽しみながら、ただ黙って帰るのであった。この指が、また別のやつね。うん、だよ、熊ができてんじゃねえかよ。気づくかな。ああ。いつまでこんなことしなきゃなんねえんだよな。これでいいよ。林監督の、転校生のパロディーですけどね、女装した坂本くんがいるはずだ。あ、いたいたいた、はい、女性になった気分はどうですか。いや、癖になっちゃいました、化粧が。あ、そう、つい結構楽しかった。はい、やってて最初は嫌だったけど、やってるうちに楽しくなってきて。何人くらい参加したの、みんなで。クラス全員でほとんどやりました。うん、文化祭のため。はい。うん、受けた。結構受けました。うん、どうもありがとう。似合ってたわ。それでは先を急ぎましょう。はい、次は典型的な学園もの。チェー、こういうのはよくあったぜ。行くぜ。今のはすごいね。すごい熱いなって。ラブシーンが一つしかなかったんですね。わざとらしいではある。編集したのかな。編集したのかな。運命が待ち受けてそうですよね。なんとなくね。俺だけだ。もっと返事してこんか。初めてにしちゃママちゃう。この調子で次から頑張ってや。まだやんの。何口答えしてんの。お、止まるな。久しぶりやろ。えらい変わっちゃってさ。お前らあいつらに何出してんの。お前にはもう関係ないやろ。期待すんな。あいつらおるとしんぐらいさ、もう我慢しちゃってくれ。急にごちゃんぶってさ、なめんじゃねえよ。やれ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 やってまい。最後のやつは形。何やってんの。みんな聞いてや。今日のなら11時24分にない。矢野くんな、また遠いとこに行ってしまうねん。みんなで見送りに行こうや。
ちら北子の子らに落とされて万引きさせられとってん。それで山くんは助けてくれてん。山くん何も悪くないねん。私らが全部悪いねん。あの子ほんまいい子やねん。みんな仲良くまだ間に合えやけ。みんなで行こうや。ですがこれもですね大勢出てるっていうのはやっぱりいいですね。あのクラス全員があの本当に気持ちよく参加してるって感じがして、それだけでもなんかそうですね、うん、最後の作品だと歌まで作ってくれて、そう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 、なんか日記を見た悦郎みたいなこと言ってましたけどね、歌も自分たちでやったそうです。立て続けにどんどん見ていますけれども、こういうドラマの中にはですね、なぜか本当に民放でやってるテレビドラマの影響で間にコマーシャルを入れてしまうという癖がついてるらしくて、はい、でコマーシャルっていう方も、送ってきてもらってます。見てみましょう。3本続けていきます。結構演技力がいるんだよね。これいいよ、ね、うん、何だろうと思うもんね。ここまで見ると分かりますね。分かる、何だか大体分かる。あの旗で分かる。旗で、うん、私は猫舌ですんで暑いのはダメなんですよ。私は日本茶のアイスが好きですのよ。いいお茶ないかしらね。そんな方々に全温度茶を試していただきました。水、ぬるま湯、お湯です。おいしいわ。こんな温度でもいいわけね。これからは全温度茶に変えるわ。全く新しい中国のアイデア、全温度茶。というわけです。うわ、なんか笑いの量が多いね。やっぱりね。ね、で全温度茶を作った子たちがそこの辺にいるね。はい、ちょっと聞いてもらおう。このコマーシャルは何でやろうと思ったんだよ。私たちが作った映画っていうのがショートショート集だったので、うん、その中で息抜きみたいな感じで作るってことになりました。息抜きじゃない部分もあったわけだ。ちょっと全体的に暗い話が多かったんです。というわけなんですけれども、ずいぶんダーッと立て続けに見てきたけどもね、川崎さんなんかコマーシャルを作る方の立場で、うん、今なんか見てて結構笑ってたけど、うん、どう思った？面白いと思いますね。面白い。それで今息抜きに作ったでしょ、うん、作った人が、うん、じゃなくて多分、まあ、僕その息抜きじゃない方見てないから分かんないんですけど、ね、暗いらしいですよ、うんうん、多分息抜きの方が面白いんだと思うんですよね。その辺がなんかうまくやるともっと面白いものができるんじゃないかなっていうふうに、うん、ビデオを持ってない高橋さん。いや面白かったですね。面白かった、うん、なんていうかな、笑いを取るのとね、うん、笑いを取らないつもりのと両方あると思うんだけども、うん、どっちが自分でやってみたい方？どっちかな。でも笑いっていうのは難しいと思うのね、うん、だからその真面目にやればやるほどおかしいみたいなのってあるでしょ、うん、でやっぱすごく真面目なね、うん、感じが出てるから笑っちゃうのね、うん、全温度茶なんていうとこも ね、うん、川崎さんさ、その笑ってもらうとね、そこで受けたか受けないかはっきり分かるでしょ、うん、でそういう意味でみんながさ一気に受けたか受けないか知りたいために笑いの方を作るんじゃないかっていう気も僕はするんだけどさ、うん、全くその通りだと思うね、うん、それでその作った人がその
思っている笑いのところとみんなが笑うところっていうのが、うんうん、ずれてた方が多分一番面白いです、ね、なるほどね、うんうん、あの作った人はあのそういうつもりじゃないのにみんなが笑うと、うんうんうん、そういうところが非常に面白くて作る人が今度そこに気がつくようになると、うん、もっとその人は面白いものを作れるようになる。なるほどね、うんうん、そういう意味ではその短い尺数というかね、うん、短い時間で効果のあるものって作っていくっていう今の傾向っていうのは割に利口なんだね、うん、そうね。長いとほらいつ笑っていいかっていう飽きてくるでしょ、うん、一回笑ったものではもう二度と笑えないし、うんうん、川崎さんが自分で作る時にはさこう短くて笑いっていうのを考えてると思うけども、うん、一番ポイントにしてるのは何？そうね、あの真面目に作るっていうことですかね。やっぱり 笑わせる場合には、あ、やっぱり真面目にやらないとね、うん、ね、うん、うん、笑わせる時ほどなんかいろんなことは真面目に道具立てだとか、うん、そういうものを真面目に作っていかないと、うん、やっぱり笑ってもらえない。さあ分かるな、うんうん、さっきもね、あの別れのシーンバーッとみんなでこう駅で別れるとこあるでしょ、うん、ああいうところっていうのはね普通のプロが作るんだったらね、うん、こうお涙ちょうだいじゃないけど、うん、ドアがピッと閉まるとかね、あちょっと視線がこっちへ動く、ね、挟むわけだ。そういろんな角度を積み重ねていくわけよね、シンボルをね、うんうん、でそういうの何もなくて、まあ、ワンカメでずっと見せちゃってるでしょ、うん、それでワンカメでずっと一つのカメラで見てるっていうのは意外とあ面白いなっていうのを逆に逆発見するの、うん、リアルタイムで見てるわけだね。そうそうそう、リアルタイムで見れちゃうからね、うん、ドラマやりすぎちゃってる部分がね、いろんなカットでこう積み重ねてね、うん、そういう道具 あのカメラが1台しかないと、うん、そういう道具のない不自由さがよく出てるね、うんうん、僕もね一時何にも仕事してない時にね午後ねいつもね再放送見てたわけよ、うん、こうなんか松本どうしたんだみたいなとねヘラヘラ見てる割には ほどっとくるわけ、うん、あの気分をみんな作ってる人も持ってんじゃないかな、うん、案外真剣にやってるようにも思えるわけ、うん、笑っちゃいながらつい引き込まれていくみたいな、ね、うん、その辺分かってやってる人がどんどん増えてるってのは結構怖いんだよね、うん、大した世の中になるぜ、というようなわけで、長い前半が終わってですねちょっと休憩なんですけども番外の優秀作っていうのがあるんですよね、はい、これは ね、うん、ビデオを募集したんですけども8ミリなんですよね。で8ミリをビデオに撮ったんで、一応全体のテーマから外れることにはなるんですけどもあんまりいいんでぜひお見せしたい、はい、とにかく見ましょう。you
壁抜けもやるの。受けるよ、やってまいりました。作った本人です、どうもいらっしゃいませ。あれを作ったのは高校時代らしいんですけれども、今では晴れて大学生で1年生。こんにちは、1年生です。なんだ、鷲山くんと戸田くん。はい、あ、戸田って書いてあったもんね。あれから髪伸ばしたんですけど。あ、まあ、坊主だったね、そういえば。はあ、何年くらいかかったんですか、あれは。だいたい2年間、延べ2年になりますね。前にちょっとずつやったわけ。あの、分かんない人がいると思うので、ほうきが飛ぶでしょ。どうやるかっていうのを教えてあげてくれる。いや、まあ、魔法のほうきというのがありまして。いや、まあ、嘘ですけど、あれピアノ線でつなぐんじゃないんですけどね。じゃないんですよね。あ、まあ、今飛んできたでしょ、あの飛んだ一瞬ですね、空中に浮いてるところ、あの8ミリで1コマだけ映しまして、でそれを続けていくと。ちょっと飛んでくれると前で。だからカメラがいて。かけます。はい、せーの。あ、じゃあ結構好かれるのね、じゃあ。10メーター飛ぶためには何回ぐらい飛ぶんだろう。まあ50センチに1回飛びますから。だいたい。だから1秒間に24回彼は飛んでるんですよね。あの、こうやって椅子でこういう風に回っていくシーンはぐるん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 って。いや、まああれは回転する椅子がありまして。いや、あれもやっぱりこう向いてるので一コマ取ります。それでまたこうやってから一コマ。あ、それでやっていくんだ。しかし、まあやってることは素朴だけれどもさ、全体に見るとやっぱりすごい拍手湧くよね。あれ10分間ぐらいなんだって。そうですか、はい、後で見せてもらおう。どうもありがとうございました。どうもありがとう。でも楽しそうだった。私も乗ってみたいね、ほうき。ねえ、応募ビデオの中でですね、一番多かったのが、いわゆるショートショートものといったらいいか、まあ一幕コントみたいなものが一番多かったわけですね。それをですね、順番に見ていきましょう。それではどうぞ。というわけで、ここにアンケートがございます。ストップしますね。あ、声が小さいな。なんか反抗的ですね。58人に聞いたところによりますと、豆腐の角で頭を打ったことがあるかという質問に対して、あると答えた人は0人、ないと答えた人は 58人の 100% の人が豆腐の角で頭を打ったことがないと答えています。そして第2問目、豆腐の角で頭を打って死んだ人を知っているかという質問に対して、知っていると答えた人は0人、知らないと答えた人は56人、 98%、 2回と2人ですね。なんとこのようにですね、ほとんどの人が豆腐の角で頭を打ったことがない、もしくは豆腐の角で頭を打った人は知らないところに答えています。しかしこのデータが物語っているのは、決して豆腐の角で頭を打って死ねないということではありません。それで我々取材班はですね、本当に豆腐の角で頭を打って死ねないのかどうかということに挑戦してみたいと思います。田舎のお父さんお母さんに言い残すことは何かありますか。いや、別にありません。それでは参りたいと思います。豆腐の角で頭を打って死ぬかどうかです。ちょっと飛び散るかもしれないので、ちょっと待ってください。はい、すみません。じゃあ、走ってた。はい。死んだもん。生きています。豆腐の角で頭を打っても生きています。ちょっと待って。じゃあ、もう一個やってみましょうね。じゃあ、加藤君も。ちょっと飛び散る。はい。これ110円の某有名デパートで買ったそうです。どうやら生きているようです。はい、どうもありがとうございました。恐怖の実験室豆腐編ということなんですけど、川崎先生
今のにご感想は一つだけ、うん、最後豆腐ぶつけたでしょ、うん、あれじゃなくてぶつけるんじゃなくて、うん、どっかに豆腐をね、うん、固定しといて、うん、そこに自分がぶつかった方が多分あれもっと面白くなってくるね。あ、動きが全然違うね、うん、それもね、うん、僕は一個だけあるのはさ、豆腐の角に頭をぶつけて死んだ人を知っているかって時にさ 100% しないとね、よくわからないって人混ぜてほしかった、うん、ね、うん、分からない 1% だから、うん、というわけです。じゃあ第2本目いきましょう。これも結構いいんですよ。受けてましたけど、高橋さんどうですか？なんか私はね、途中で切った方が面白いんじゃないかなと思ったのね、うん、わーってたとこでね、シ、うん、ーンとなるでしょ、うん、あの方が、あそこで切った方がなんか面白いんじゃないかと思った、ねうんうん、今会場でもあのまだあんのっていう声が聞こえたけど、ねうん、最後の打足って感じですよ ね、うんうん、それは言えるかもしれません。しかしよくできてたね。あのアイデアの元は何なんだろうね。面白いね。ああしたかったのか ね、 ね、うん、なんか分かる気がするところは面白かったね。続いていきましょう。肉まん肉まん嬉しいな嬉しいなと。おいおいちょっと待って。なんだ？ほう、これは肉まん。この野郎。ああ。何だよ。なぜ次の肉くんって人？肉まん。キッ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 。あというわけです。これはあじゃあわしがちょっと一言。あれはね動きが全部ヒントはプロレスなんですよね。最後のアッパーも含めて途中のガッガッって動きは全部プロレスのね悪役の動きなんですよ。よっぽどこれはプロレスの好きな人がそれをやりたいために作ってるんじゃないかと。踏みましたですね。あの歌みたいなのいいですね。肉まん肉まん。ジャンとかはあれで出てくる。肉まん。控室か。肉まんのコマーシャルなんかぜひあれでやりたいんですね。うん、まあずっと見てきたんですが、これを途中まで見ていてですね、あのみんな凝ってるでしょ結構。うん、芝居を必ずしてるんで、芝居とかあんまりしなくてもビデオがあってカメラがあればできるんじゃないかと言い出したやつがいて、じゃあ思いを言ってみろと言ったら、作ってまいりました。それを、見ていただきたいと思います。脱ぐところも見えるんですか？
実にそのつまらないものが、順番に並んでたんですけども、何と言いますか、もうちょっとうまくできたような気がしますけどね。靴下を脱ぐだけというのはね、はい、惜しいと思います。もう一本あります。パランパランパラン、デジェテムデカトーズジュイエ、パランパランパラン、エトジュークナシェドラベ、パランパランパラン、デブデューンボラパラパケ、エトサポトンデジュストコエンドラベ、スクレルキマロコニュー。Comme si tout m'embrassait des filets. という短いフィルムです。フィルムじゃビデオでしたけども、まあ何を隠しましょう。で、あの初めの靴下を脱ぐっていうのは僕がやったやつで、あとの犬が吠えてるのは荻野目恵子がやったんです。はい、で難しかったね。難しかったですね。やったことないからね、うん、こうやって覗いてるうちにどこ見てるのか自分で分かんなくなっちゃうんですよ、うん、でやたらねこうカメラを動かしちゃうしね、うん、ピンとこうやってやりたくなっちゃう、うん、まあ、自分でももうすでにどこがいけなかったか分かるんだけども、やっぱり机の上でこうやったら面白いだろうなと思ったのを実現させるためのなんかこう技術って必要だね、うん、やっぱり必ずそこには何か、必ずそこには何か、とにかく、短い時間の中でたくさんなるべく見ていただこうとしたんで、はい、時間が随分とこう迫ってきているけれども、うん、ビデオの、ね、楽しみについて、もうちょっと話して終わりしたいと思うんですけども、川崎さんいっぱい見てきて、うん、傾向と対策というか、うん、これからどうした方がいいとか、うん、そういうのある？あのやっぱりあのなんていうのかな、作っ作ってる人のね、うん、あそこまで作ってるのもかなりうまいわけですよね、あの編集にしても何にしても、うん、だからそうすると今度作る人の楽しみと、うん、あと見る人の楽しみがあるでしょ、うん、それを見せるっていう楽しみと、うん、でほとんど今日、まあ、もう放送されたものっていうのはやはり作る楽しみと見る楽しみが計算されてるというか、うん、そこまでもうみんなやってると思うのね、うん、その辺はあのすごいと思った、うんうん、昔だとあの例えば写真あのなんとか雑誌のカメラ雑誌の月齢なんて言った人は、うん、やっぱり撮る楽しみだけだったじゃない、うん、あーそうか、うん、今度はあの応募してきてる人は撮る楽しみとそれを 見たらみんながここでどうかな、うん、あーそうか、そこまでやっぱ考えて作ってるから僕はすごくいいなと。初めて作った人なんかも随分いるんじゃないかと思うんですけど、初めてビデオ撮ってみた人って手挙げてもらえますか。お、結構初めてなんだ。あの辺のこうヘラヘラっとした軍団に聞いてみたいと思いますけれども、どういう作品を撮ったんですか。え、なんとすごいくだらない作品なんですけど、カメラの前で3人が踊ってるだけなんですけど、ただあの試験的に初め試し撮りだったんです。で、あのそれ見直してみて、でそれが面白くてそれ何回もやってたら本番になっちゃったみたいな。何のために、やっぱり文化祭か何かに。いえ、ユウのために。ユウのために。はい、ありがとうございます。今大したことないじゃない。他に何か質問あれば、せっかくだから。はい、あの川崎さんなんかやっぱりいつも笑ってもらう CM 作ってると思うんですけど、はい、いくらやってももう受けない受けない受けない、そういうことはないもんでしょう、うん、あそれはそういうケースの方がやっぱ多い。ああ、うん、結構いっぱい撮るの分からないから、ええ、やってみないと分かんないでしょ、笑いのやつってね、うん、あの机の上でコンって考えても分からないから、ええ、だからもうたくさん時間がある限りいっぱい撮って、はい、それで撮ったフィルムを見てどれが一番面白いかなって決めるようにしてるんですよね、うん、初めからねこれ一発っていうんだとなかなか大変よね。それは VTR の方がやりいいね。フィルムなくならないから。そうそう、VTR は何回もね、うんうん、条件としては楽だね、うん、後ろにさ、そのさっきのパオーを作った人たちがいるんですけど、主演おたけびの主演、おたけび男が、そんなになんかあの、はい、君の場合はビデオよりも8ミリが好きなんだって、はい、なんか最近ビデオがなんかどんどん入手しちゃったんで、8ミリはだんだん伝えてっていうか、もう、うん、あと 2,3 時でもう生産中止になるっていうんですね、うん、で非常に僕としてはなんだかなんとも言ってためない感じで、教習も感じると、はい、ビデオだと誰でも扱えるって感じなんですね。それはいけないかね。いけないって別にないですけど、ちょっとね、うん、個人的にそれでビデオに嫌だったんですよ。
人間味が感じられてるんですね、八味だと。なんか非常に愛用って感じっていうか、それは分かる、なんとなく分かりますね。なんかビールだとあんまりシンプルすぎて抵抗感じちゃうんですよ、なるほど、ね、あまり人間がちょっと人間の分を機械やってる感じで全然違うもんだっていう気も僕はするんだけど、うん、僕もは全然違うもんだと思うねえ、うん、あのビデオっていうのはすごいあのなんていうかなスケッチがしやすいっていう気がするのね、うん、デッサンとか、うん、だからあの普段考えてるイメージみたいなものを一回映像にしてみよう、とりあえずしてみようっていう時に、うん、そのとりあえずをアートにしちゃうことができる、うんうん、という気がするのね、ポップアートなんていうのはビデオからの方が生まれるんじゃないかと、うん、空き缶一つじーっと撮っててもさ、うん、フィルムだとこれはまた大変ですよ、大変、ね、うん、だけどお空き缶面白いなと思ったらさすぐに外に出てってさ、うん、空き缶撮れるでしょ、さっきのねいろんな演技とかそういうの見ててね、うん、例えば昔のね人はね、うん、おそらく例えば空き缶を撮ったとするでしょ、うん、ビデオでもフィルムでも、うん、で空き缶を撮ったとするとねそれはね空き缶を取ってそれを映写すると、うん、そうするとそれが、ね、空き缶だと多分信じてたと思うのね、うん、でも今 あのみんなはね多分もう空き缶を取ってもそれ映写したらそれはもうその空き缶じゃないっていうことはね気がついてるね、うんうんうん、その辺の、ね、面白さはやっぱり、ね、うんうん、そういうあのリアリズムは多分あの成り立たないだろうなっていうことはみんなも肌でなんとなく分かってるんじゃないかなと思う、うん、だから割とあのSF チックなこととかをさ、うん、あのリアリズムを撮ることも SF 撮ることも同じ次元で撮ってるね、そうだからビデオがもっと流行れば流行るほど今度現実の方に波及してくるような気がするね、うん、SF チックな行動っていうのもリアリティを持ってるっていうかさ、うん、相当複雑な話だと思うんだけどね、うん、まあ、たくさん見ようと思って最後ディスカッションになってしまいましたけれども、いつもの話だがまたやりたいね、うん、こういう話をしてまたあのそれぞれの場所でまたこんな話ができて時間決めたら面白いかもね、そうだね、今度は一つ制限つけるまたやると面白いね、うん、できるかどうか分かりませんけども、はい、そんなわけで、とりあえず今日の、ビデオの幕開け U におけるビデオの幕開けは終わりにしたいと思います高橋さん、川崎さんありがとうございました、どうもありがとうございました、今日の青春プレイバックはジャズトランペッターの日野テルマさんです、はい、この間ニューヨークから里帰り来た時あのちょっと新宿でお話をしたんですけどすごい楽しかった、はい、見てください、ここよく来てたっていう話聞いたんだけど、そう僕昔ここよく来てたっていうよ本当私の真似しないであのそうねあの小さい時からね、うん、もうよく20円持たされてね親父にね、それであのあっちの方の映画館でねニュース映画っていうの見てね、力道山とねシャープ兄弟なんていうのねよく見てね、あの新宿の駅でねあの千駄ヶ谷から電車に乗って来たりしてね、今ニューヨークに住んでるんでしょ、だけどニューヨークと新宿はどう違います、それあの新宿ってこうみんなさこう和気あいあいとねなんかこうビレッジみたいでしょ、あのニューヨークの中でもねもっとフレンドリーでねそのあんまり気取ってないでしょ、そういうとこ僕好きだけどな、どう？はい、どうもありがとう。この辺ね、僕はもう本当によく通ったところのね、っていうのはあのジャズ喫茶があったの、その角にね、渚っつってたんだけど、そこでね、一杯のコーヒーをね、150円ぐらいでね、飲んで、それで10時間からね、12時間毎日粘るの、これに入り口があったわけ、うん、これだったのね、それで2階もあってね。1階と2階とあってね、いいスピーカーが入ってて、それで本当に怖いよく来たとこだな。でも昔150円のコーヒーって高いんでしょ、そうでもない高いね、一応あのさジャズを聴いてお客さん帰れないじゃない、だからちょっとさあのビジネスにならない、ならないからねちょっと高いわけね、それで 潰られちゃったすぐ潰れちゃうね、うん、僕たちの時にはさもうやっぱり一つのものをさもう追求して探求してね行こうみたいなね、そのまだ時間的に余裕があったんだね、周りがね、
だからね、もう10時間でも12時間でもね、いつもここにいたしね。で全然飽きなかったんですか？飽きない。勉強しようってそういう気持ちしかないからね。なんとか取ってやる、なんとかね、いいミュージシャンのフレーズを取ってね、もういい音楽家になろうというその意識ばっかりやったからね。この前山下洋介さんとね、はい、ついこの前ここで一緒に演奏しました。うん、私ジャズ喫茶初めてなんですよね。そう、はい、怖いよ。そう、どうして始めないで。一緒に来なかったんですか？恋人とかガールフレンドとか作らなかったんですか？ガールフレンドね、こういうとこでやってる時にはね、もうね、奥さんいたんじゃないかな。ああ、多分もう二十歳ぐらいでもう同棲しながらもうすぐ結婚で、結婚してるうちに24歳で子供が生まれて、で結構早かったんですよね。早かったんだけども、その遅咲きなのっていうのはさ、もうやっぱりずっとね、ラッパのこととかそういうのばっかり考えてたし、音楽のことしか考えてなかったから、銀座にね、キャバレーにこう働いてる時にね、かわいい人なんかホステスなんかいるわけですよね。やっぱり若いしね、10代だからさ、いいなあ、あんな女の人いいなあと思ってさ見てるわけだ、はい。で、ね、外から行ってね、電話したの、その人にデートしようって言ったの、はい、いいわよって言うのね。ああ、そっかと思ってね、それで新宿に来た。あの辺にうるうる歩き回ってさ、その女の人はさ、いつさ、こう手引っ張ってねどっか連れてくれるのかしらと思ってると思うんだよね。で、こっちはウブだからね、もうね、ドキドキしてね、できないんだで、俺お金は持ってないわね、はい。おいでさ、お金あるなんて聞けないしさ、そんな度胸ないしさ、で女の人っつってもガラガラしちゃうしさ、でも朝方までさ、4時か5時までさ、はい、歩いて、おいでさ、じゃあさよならっつったで、その女の人さ、どういう顔してたんですか？もうがっかりしてさ、タクシー乗って川崎まで帰った。テキサスでモデルの学校行ってたんだけど、テキサスで、テキサス、あ、お父さんテキサスから、ね、そう、うん、その時ね、みんながね、ニューヨーク行けばって言われたんだけど、やっぱり、自分が怖かったっていうか、自信がないっていうか、だって広くてね、もうコンペティションが多いでしょ、だから、自分それだけのガツがなかったんだけど、すごいガツですね。そうね、ガツガツっていうのがね、それしか、なんていうのかな、人間はね、常にね、その夢だけはね、大きく持ちたいと、人間はじゃない、僕はそう思ってんのね。だからその理想が高いっていうことは、そのガッツに生まれる、ガッツが生まれてくることだと思うのね。やっぱり夢がなかったらガッツなんか生まれないでしょ。そうですね、僕は何がしたい、あれになりたい、あれをするんだ、あれになりたい、これをしたい、その夢があるから、その向かっていくわけだからね。それを自分が、それがなくなった時には、僕は精神力もその若さも何にもなくなっちゃうと思う。そしたらもう終わりだよね、人間ね。だから今のうちにやりたいことをね、いっぱい膨らかしてね、
そのいろんなそのお笑いショーみたいなのも出たりね、いろんなこともやってるけども、その全部膨らしちゃおうか、膨らまして自分がやりたいこと全部やっちゃったの。それでそん中からね、そのどうせ年取ったらさ、その枯れちゃうんだから、枯れた時にはもうね、そのエッセンスだけになるでしょ。でエッセンスだけになった時にね、その大きいエッセンスの人と小さいエッセンスの人といると思うね。小さいとこでまとまった人が小さいエッセンスになるのを絞ったらそうでしょ。だから大きいとこからね絞ったら小さい大きいエッセンスが残ると思う。だそういう風になりたいからね。だからもう今の年はね、まだまだね、音楽打ったってそんなに完成されてるわけじゃないし、ラッパ一つ吹くことったってそんなにその自分が分かってるわけじゃないし、まだまだ今やっとなんか音が出てきて、これからラッパっていうの楽しくなるなというところに来たわけだから、そういう意味でやっぱりいろんなことをね勉強したいと今思ってるんだよね。すごい楽しかった、どうもありがとう。どうもありがとう。サブチョースさん、乾杯。 OK。いやいやね、優しいでしょ。井上さんはいつでも笑顔がいいですね。本当にファンになりました。はいはい、では当初の募集お知らせです、はい。当初募集最後のお願いになりました、女子大生について投書ください、女子大生以外の人からの投書を主にですが、女子大生自身もいいです。そういう番組ずいぶん最近増えてますけども、言うなりにやってみたいということです。はい、もう一つ、もう一つは、あなたは自分の個室を持ってますか。個室、個室、はい。自分の部屋をどう使ってるでしょうか。そういう個室についてのいろいろな意見を聞かせてください、はい。でもう一つあるんですけれど、クラスの人気者の募集です。自分はクラスの人気者だっていうふうに自他何でも推薦結構ですから、はいはいはい、たくさんお便りください。はいはい、来週は、来週は名古屋から。俺たち行くのか。そうです。おー、テーマは、テーマはケチです。ケチ。どうもビデオを送ってくださった方々ありがとう。紹介されなかった人も、懲りずに、ビデオはそこの懲りずにまたやれるイージーさがねいいわけですから、ガンガンやってください。どうもおやすみなさい。おやすみなさい。異常乾燥注意報がご覧の各地に出ております。ご注意ください。